ハッピーバレンタイン。これでいいか。チョコレートか。無限と町の子供たちに買っておくか。喉の様子を見る。口を大きく開いてくれ。ああ、うん、閉じていいぞ。炎症はほとんど収まっているか。体温もいつも平熱。もうバッチリいつも通りだよ。先生ってば心配しょ。そんなこと言って一回ぶり返したんでしょ。風邪とてもつらい。全部きちんと治す大事。はーい。確かにぶり返して先生に迷惑かけちゃったし。別段迷惑ではない。だがこの冬は感冒が随分と流行したな。私は早いうちに引いちゃったけど、みんなどんどん熱出してびっくりしたね。無限丈夫よかった。みんな看病できて。二人ともよく手伝ってくれた。礼を言う。薬草を刻むくらいなら私でもできるって分かったし、またいつでも手伝うからね。ああ、ありがたい。おかげで診察に集中できた。しかしこの冬の感冒は長引くことが多くて厄介だったな。一応のところは一般的な対応で悪化は抑えられたが。お薬残るない。買うしないと。それがね、この辺り一帯の島どこも同じ風邪が大流行りしたみたいで。薬の在庫がないか。うん、仕入れ担当の子がどうしようって焦ってた。弱ったものだな。流行は一段落したとはいえまだ気温の低い時期は続くだろう。体力に不安のある子供たちも多い。もう一度感冒が流行ることも十分あり得る。例えば遠く島、お薬余る、違う？確かに感冒の流行と無関係の島なら同じ薬が余る可能性はあるが、そういう島は星屑の町が普段使っているのとは違う販路を持っているだろうからな。販路？うん、訪ねてみるか。邪魔をするぞ。はいはーい。何をお求め？あれ、涅槃、いらっしゃい。買い物に来たわけではない。体調を確認しに来た。わざわざ往診してくれてるの？ありがたいけど、涅槃こそ無理しちゃダメよ。こちらの心配をする余裕があるなら、感冒の方はもう大丈夫そうか？喉も痛くないし、熱もお腹の調子も大丈夫。何よりだ。念のため。涅槃！どうした？何かあったのか？無限、お手紙届いた。涅槃に。レイから。レイから。早かったな。もう返信が来たのか。何何？もしかして結構大事な話？涅槃、店の奥で読む？いや、お前たちに隠すようなことは何もない。星屑の町の外へ出る許可とつてを頼めないか尋ねてみただけだ。星屑の町の外？
町の外じゃないといけないような困りごと？あ、もしかして薬の在庫？ああ、ごめんね、うちの販路だと買い付けがうまくいかなくて。ただでさえ数が足りなくて値上がりしてるところに子供相手だと足元見られるのよね。無限、買うとき一緒いる？怖い顔する。少し役立つ。お願いしようかな。今後も長く付き合う商売相手だろ。脅すような真似になる。やめておいた方が無難だ。涅槃が言うのも正しいんだよね。そっか。それに今回は例のツテを紹介してもらう。星屑の町とは別のスーオファミリーの販路であれば薬も手に入りそうだ。やっぱり手広さではスーオファミリーに全然勝てないもんね。助けてもらえるのはありがたいんだけど、ちょっと悔しいかも。昇魂たくましくて何よりだ。まあ今回の場合は薬以外にも例のツテを使いたくてな。薬以外？ああ、俺自身の医療の知識にも不安がある。今回はなんとかなったが、例えば流行ったのが新しい方の感冒であれば、俺が間違った判断を下してしまう可能性もあった。医療に関する知識を共有しているグループがスーオファミリーにもあるはず。例えばお医者さんあって涅槃勉強する？そうだ、医療の知識も技術も日々進歩する。最新の情報に触れなければいずれ俺は薬師として役に立たなくなるだろうからな。それは言い過ぎな気もするけど、でも涅槃が新しいことに積極的になるのっていい傾向かもね。無限。うん。レイ、お手紙何話すしてた？少し離れた島ではあるが、薬種問屋に話をつけてくれるそうだ。これでしばらく薬の在庫は持つだろう。よかった、首の皮一枚つながりそうね。ああ、話を聞ける医師についても手配をしてくれるそうだ。ただ一人で町を出ることは許可できないと。それは涅槃一人危ない。マガザンまだ残る。ある。そうだよね、涅槃結構恨まれちゃってるんでしょ。そりゃ一人はダメよね。うん、涅槃元気で帰る、一番大事。俺が町を出たまま行方をくらますとは思わないのか？そういう不誠実なことは涅槃できないでしょ？涅槃約束破るしない。それに涅槃、無限、星屑の町、家族だから。涅槃どこか行くしない。だよね、涅槃の帰るところは星屑の町だもんね。うん。そうだな。涅槃、お薬買うするとき無限ついていく？お前の予定次第か。護衛兼見張りはレイがこちらによこすと言っている。スーオファミリーから？誰だろう、おしゃさんかな。いや、気空団に依頼を出すそうだ。気空団？あ、団長さんのとこかな。だったら安心だね、無限。うん、安心か。あ、涅槃、護衛人来る。いつ？ん？ああ、
その時無限約束ある。あ、本当だ、私たちの手伝いお願いした日だね。でも無限は涅槃と一緒に出かけたいでしょ。お手伝い大丈夫だよ、行ってきたら。うん、でも先約束するした。団長の仲間涅槃助けてくれる。だから無限は約束守るする。そうだな、先約を優先するのは基本的な礼儀だ。もう二人とも律儀なんだから。でも無限ありがとね、お手伝いとっても助かっちゃう。一緒頑張る。頑張ろう。頑張るか、何をする予定でいるんだ。えへへ、内緒。涅槃は楽しみにしてては。まあお前たちがそう言うのなら。おい、迎えに来たぜ。世話をかける。涅槃さん一人で大丈夫ですか。無限さんは。無限、お留守番。団長ルリア B、 涅槃よろしくお願い。そうなんですね、無事に送り迎えしますから安心してください。うん、団長たちが一緒安心。涅槃無理するない、元気に帰るして一番大事。ああ、約束する。お前も無理はするなよ。俺がいない間は怪我も病気も専門に手当てをする者が町からいなくなるからな。例えばみんな怪我するさせる悪いやつ、無限やっつける。心配するない。無限もエセルとカトルもいるし、いざって時はワモデスも呼べるし、警備は万全って感じだな。確かに、俺が案じるまでもないか。涅槃さんが無事に元気で戻るのが一番大事。無限さんの言う通りですね。そのためのオイラたちだもんな、任せといてくれ。そうだな。それで俺の見張りは誰が担当する。はい、今回は。シスさんにお願いしようと思います。レイさんが私たちの気空団にいる十天衆の誰かに任せたいって依頼のお手紙に書いていて。シエテが、だったらシスがいいんじゃないかなってさ。そうか、よろしく頼む。星屑の町の子供たちのためだ、こちらこそよろしく頼む。シス、涅槃よろしくお願い。ああ、全力を尽くす。それじゃあ旅の間の涅槃さんのお部屋に案内しますね。行ってらっしゃい。ああ、行ってくる。シス。ああ、どうした？何かあったか？気配を振りまいてうろうろするな、気が散る。すまない。逐一そうやって落ち込まれるのも
こちらとしては対応に困るんだが。そうなのか。気をつけるようにする。例えばこちらに気づかれないよう気配を消すことなど、お前にはたやすいだろう。なぜそうしない？いや、その護衛としてそばにいることがわからないのも良くないだろうと思ってだな。すまない。あ、いや、気をつける。オイラはそっちについてくって手もあるけど。こちらのことは気にしなくていい。お前たちは新しく受けた依頼をきっちりこなせ。そうか。ああ、大丈夫だと思う。それじゃあオイラたちは依頼主に会いに出かけてくるな。急いだ方が良さそうでしたもんね。シスさん、ネハンさん、また後で。ああ、気をつけて行ってきてくれ。シスターも。約束の時刻に遅れるわけにはいかない。俺たちも出るぞ。ああ。本当は君もこの辺りの島の医者たちが知見を共有するために開いている会合に出席できるといいんだが。俺の立場を鑑みれば、今こうしてあなたと会っていることも特例だ。定期的な会合は残念だが、レイママの意見は正しい。君は極力星屑の町を出ない方がいろいろな意味で安全だろうね。最新の知見については私から都度手紙を出して知らせることにしよう。助力に感謝する。手数をかけて申し訳ない。なんの、星屑の町に住む子供たちのためだ。これくらいはさせてほしい。マガダンと対立していた頃は子供たちだけで自活していると知っていて何の手助けもできなかったのだから。さて、薬種問屋へ行くのだったね。レイママの紹介状があるだろうが、私からも一筆書いておくよ。重ね重ねすまない。気にしないでくれ。気にしないといえば、連れの彼は本当に家の外で待つ形でよかったのかい？寒いだろうに。見張りであり護衛でもある。奴なりに何か考えがあるはず。気にしないでもらえれば助かる。そうかい。怪しい者はいたか？いや、特には。そっちの話はまとまったのか？ああ、有意義な話し合いができた。次は役所問屋へ行く。わかった。話は聞いてますよ。このリストにある薬を揃えればいいんですか？ああ、在庫はあるか？特に熱冷ましが欲しいんだが。熱冷ましも在庫十分にございます。この冬は高い熱が出る感冒が流行らなかったんで。そうか。やはり物の流れが異なる町とは流行りも異なるものだな。流行り病は気空艇が運んじゃうって面がありますから、その島の紹介の販路次第みたいなとこがありますね。それじゃ
奥から在庫まとめて取ってきますんで少しお待ちください。よろしく頼む。これは？どうした？何を驚いている？この棚に並んで客が混じっている。ん？確かに薬の中には量や処理の仕方次第では毒になるものもある。そうなのか。薬毒同源。カルムの里で暗殺術を習う際には基本として教えられる知識だが、こいつの場合は殺す技だけに特化した教育が施されたということか。その結果心臓を止める毒と認識していたが、違う使い道もあるんだな。確かに神経系統を侵し最終的に心臓を止める毒として使う場合もあるが、例えば加熱などで毒性を弱め強心剤として使用する場合もある。ここにあるのはそのためだろう。そうか。先生、薬の準備できましたよ。手で運ぶのはきつい量でしょうから、気空艇まで運び込んでおきましょうか。そうできるなら助かる。わかりました。じゃあ夕方までに荷車で持っていきますね。夕方か。団長たちはその頃には戻っているだろうか。俺たちのやるべきことはこれで終わりだ。すぐ気空艇に戻れば薬と行き違いになることもあるまい。どうした？あ、その、見てくれ。迷子か？そうか。お父さんとお買い物来たけど。あ、泣くな。一人で不安だっただろう。俺たちと警備兵の詰め所へ行くとしよう。人手が多い。もう一度はぐれるわけにはいかないだろ。俺は杖を頼る必要がある。手をつなぐならお前だ。そうかそうだな。お祭り？お祭り？お面つけてるから。だから。いや、そういうわけではない。これは、その、お守りのようなもので。お守り、大事なもの？ああ、俺にとっては。そうなんだ。お面のお兄さん、おてて、ありがとう。父親に早く会えるといいな。
警備兵の詰め所は確か市場の西の出入り口側だったな。そうか、大道芸士を。うん、ちょっとだけ見てたと思ったらお兄さんと手つないでるみたいにお父さんともつないでたらよかったのに。再会できたらつなぐようにしたらいい。うん、お父さん会えるかな。近場でお前が見つからないとなれば詰め所に連絡に行くだろう。少し待つかもしれないが。会える？おそらくな。俺の時は例えばこの娘のなり、そこそこ裕福な家庭の子供だ。問題はないだろう。きっと会える。だから泣くな。うん、お兄さんたちは一緒でいいな。一緒？うん、家族でお買い物来たんだよね。家族？髪の色お揃いだもんね。私もね、お母さんと髪の色がお揃いなの。母親にも心配をかけないようきちんと父親と合流しなくてはな。うん。その俺たちは？ん？いや、なんでもない。だからですね、うちの娘が。お父さん。お前、ああ無事だったのか。よかった。手を離した父さんが悪かった。本当によく無事で。お兄さんたちが連れてきてくれたの。ありがとうございます。すみません、ここまでご足労いただいて。いや、再会できて何よりだ。本当に何かと物騒なこともありますからね。お兄さんたち本当にありがとう。よかったな。うん、父親か。娘が行方不明になれば心配するのは当然のこと。だが星屑の町の子供たちのように、そしてこいつがそうだったように、それが当然ではない幼子もいる。ネハン、どうかしたのか？なんでもない。気空亭戻るぞ。ああ、あの少女、父親と再会できて本当に良かったな。ああ、そうだな。団長が好きそうな菓子を扱っている。買って、いや、だが店員と話すのか。それに気空亭へ早く戻らないと。ネハン、この店に寄っていく。用事はすぐ終わらせる。構わないな。ああ、お前がそう言うなら。
いらっしゃいませ。日持ちのする菓子はあるか、大量に頼みたいんだが。焼き菓子のご用意がございますよ。大量というのはどのくらい？50は欲しい。そんなに？一種類ではなく詰め合わせの形でも大丈夫ですか？それならすぐご用意できます。ああ、味が違うものが数種類ある方が助かる。よろしく頼む。はーい、お包みしますから少々お待ちくださいね。随分大量の菓子を頼むんだな。一体なぜ？診療にぐずる子供もいるからな。終わった後褒美にくれてやる。そうか。この贈答用の詰め合わせも一つもらいたいんだが。はーい、ありがとうございます。リボンおかけしますね。ああ、持てばいいのか。なら、そちらの包みも俺が。違う。この菓子はお前が土産に持って帰れ。一日お前という戦力を借り受けたわけだからな。気空団の団長たちへの礼だ。あ、そうか。ありがとう。何をニヤついている？いや、以前団長の診療のために気空亭へ来てもらったことがあっただろう。その時きちんと礼を言えていなかったのが気になっていてな。そんなことを気にしていたのか。いや、すまない。今回もまずはその時の非礼を詫びて礼を言うところから始めるべきだった。礼の言葉は受け取っておく。ああ、あ、シスさん、ネハンさん、お帰りなさい。ただいま。団長たちの方が先に帰っていたのか。おう、ちゃんと依頼はこなしてきたぜ。二人はどうだった？目的は十分に果たせた。感謝する。なら、よかったです。団長、これを。わあ、おしゃれな包みです。そうか、その、涅槃が。薬種問屋が気空亭へ訪ねてこなかったか。わあ、そうだそうだ。星屑の町へ運び込んでくれって荷物を運んできてくれたぜ。そうか、俺たちより先に着いたか。はい、貨物室の一番手前に置いてあります。さて、星屑の町の連中が待ってるし、早速戻るとするか。お疲れ様でした、ネハンさん。その言葉はお前たちが受け取るべきものだろう。面倒をかけたな。このくらいお安い御用だぜ。あれ、なんだか甘い香りがしませんか？ルリアも感じるか。随分強いが、何が匂いの元だ？言われてみれば。ん？お帰り、涅槃、みんな。今帰った。何をしていたんだ？お前たちからも町に漂うのと同じ甘い匂いがするな。何の匂いだ？何でしょう？みんな、こっち来るして。ネハンに団長さんたちも。ナイスタイ
箸。お前たちが用意したのか。そうだよ。しかも全部手作り。クッキーもケーキもチョコレートもすっごく綺麗にできてます。その驚く顔が見たかったんだね、無限。うん、驚く見るから秘密してた。そうか、これだけ作るのは大変だっただろう。無限は力持ちだからお菓子作りにすっごく向いてるんだよ。そうそう、生地を混ぜるのもクリームを泡立てるのもすぐできちゃってすごかったもんね。みんな教えるしてくれたおかげ。無限、力壊すじゃなく作るに使える。嬉しい、とても。そうか、いい趣味を見つけたな、無限。うん。ねえねえ、クッキー冷める前のホロホロで食べたい？もう、あんたは無限と違って味見ばっかで邪魔してたくせに。まあまあ、あったかいうちに食べられるのは手作りしたからこそだよ。早く食べよ。俺たちももらっていいのか？もちろん。涅槃を無事に連れて帰ってくれてありがとう、団長さんたち。それだけじゃなくて、日頃の感謝の気持ちもいっぱい込めて作ったの。エッセルたちの分は取り分けてあるから、たっくさん食べていってね。わー、ありがとうございます。 B のためにリンゴパイ焼いておいたからね。パイ、生地作るは難しかったけど楽しかった。ふぅ、すっげーうまそうだぜ。涅槃、無理するない。でも食べるできるなら食べてほしい。どうぞ。涅槃は痩せすぎだから、甘いものもいっぱい食べて栄養取らなきゃね。俺はいや、善処しよう。甘いもの苦手だったら、こっちのは甘さ控えめの香辛料のクッキーだから。いただこう。無限、お茶入れる。するお湯沸かすの手伝うよ。あ、私も手伝います。騒がしいな。悪くはないだろ。ああ、悪くない。むしろ落ち着く。ほらほら、シスも涅槃もお菓子食おうぜ。